もう全部が石庭ではないけど、まあ一般的なキャンドルですね。龍安寺はもう人だらけだったけど、ここはいいね、ゆっくり見れますね。妙心寺ないけど、当時もゆっくり見れます。ここには木蘭が咲いてるね。これは何だろう。撮影は気にされてるな。霊光橋。ここは足利市の将軍木造安置、これは撮影禁止ですね。これは高尾市の霊安所です。ここの苔はまあ龍安寺ほどではないですが、しかし、これは桜だね。見事な桜だね。ああいいね。これは誰の、こういう墓だな。これは潜水艇なんだな、これね。潜水が中心だったね。